さんの隣で期待度を知らせてんじゃないんだ。当たった。まえるな。この台はずっと気になってるんですけどね。こんにちは。さあ今週も始まりました。ういちとひかるの面白いテレビと。微妙なまま何だったの。いや一瞬ちょっと何言っていいか分かんなくなっちゃって、すいません。はい、福島県はいわき市にございますビッグツバメ岡尾店さんにお邪魔しての後半戦でございます。はい、後半戦でございます。はい、前半使いましたね。窓マギのね。そう、あれ何だったの、窓マギの角を。いや、キューベパネル、うん、まあパネルが違うからってどうってことはないんですが、気持ちはわからないでもないけど、あまりにあのキューベパネル綺麗なんで、かわいいよね、あれ真っ白 で目がこうピョンピョンってあってね。でこれ売ってみっかって思ったら、その後ふらっと見たところ、奥さんの隣がまだ空いてる。はいはいはい、たまには面白いかなっていうので。そう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 、これからだったのに、あ、いなくなっちゃいましたね。いや、 やっぱね、ちょっとあの初当たりの軽さは異常。もうシオラだったら 100%6 シオラの第一方面は未だにサイレントヒルでして、あ、北斗の角を選んだのもサイレントヒルが見えるから。でシャドウハーツも横がサイレントヒルなんで、まあそれでですよね、うん、あのちょうど位置的に我々の北斗がこうあって、はい、壁側にバラエティーみたいにあって、はい、でサイレントヒルがあの辺、あの辺にあります。でその横が無双オロチ、さらにその横はベヨネッツ。そう、ベヨネ、それと間違えたのね俺は。俺たまに沖さんの方をこう見ると、うん、もうヨッシーが完全に寝台を見てるから。飽き台があるか。ここに奥さんがいてこうやってるんだけど、完全に見てたんで。それはサイレントヒル開いたら言ってくださいって俺が言ったからでしょ。いや、それだったらだって視界に入るからこういう感じじゃないですか、うん、もうベヨネッタを見てたんで。つまんないってこと、俺のが打ってる。いや、ね、北斗が、まあ、確かに北斗も展開これ今ないからしょうがねえなって思いながら僕は見てたんですけど、俺の方がもう全然つまんないってことですよね。ちょ、もう目見て喋ってますよ。もうそれなら言ってくださいよ。やっぱ今後の仕事のこともあります。お店の敷地の中にある一番館さんにお邪魔しておりますよ。はい、醤油ラーメンです。醤油ラーメンいただきます。ちょうどよくなれ、えいえい。うん、ちょうどいい。 あらほら、いっぱいね、視聴者がありがとうございます。視聴者の方がいっぱいいらっしゃるんで早回しでやってます。えいえい。はい、どうだったんですか。いや、もうすこぶるちょうどよかったです。はい、食いしん坊なのでチャーハンセット味噌ラーメンのミニ。これ味噌ラーメンなんか普通食べないんだけどな。おいしい。よくこれ熱いの食えましたね。細麺だからじゃない、違うかな。ね、細麺はでちょっとずつ食べてるから。醤油と味噌ちょっと違うんです、ね、ちょっと違うんですよ。よかったです、美味しかった。あ、終わったみたいに。美味しいです。ご飯に行くことが多いんですが、戻ってきたら案の定でございますよ。お隣奥さんの台、すでに半箱行っております。まあ僕はあの300乗ったところからスタートですんで、ね、奥さんはやっちゃったんじゃないかな。はい、どうもお疲れ様でございます。パチスロ界のドン小西沖ひかるでございます。どんどん募集、どんどん募集。
シャドーハーツ打ったことございませんが前回もちらっと言ったんですけどね、履歴軽いっしょ、なんか軽いんだよね。あ、チャンスベースね、チャンス目。どっちにしようかしら。しました。さあ、行きますよ。はい。スマホ手にから逃げ切れ。このままじゃ追いつかれるか。あ、リンロックしたよ、今。リンロックしてる。ダブルロック。だ、今なんかクロスでここ揃いました。はい。2段階まで行ってます。はい。そうだよ。おい、今日チェリー。はいはい、しまった。はい、来た。グレイビアード来ました。さあ、暑いっすよ。はい、揃った。一人目。はいはい、レニー・カーティスね。レニー・カーティス来ましたよ。レニーから逃げ切れ。さあ、お姉さんが弾いてたよね、俺の代。ガチかよ、ボックス使ってんじゃん、ボックス。ああ、やっちゃった。だから言ったのによ。悪い代じゃないと思いますよ。ただ隣があの状態入ったら俺は打てないかな。もう死んだじいさんに設定6の隣だけは打つなよって言われてましたんでね、子供の頃から。だよ、レディカーチ口ほどにも。はい、ゲーボーナス。チャンスボタンで選択。そりゃ最初はこれ行くよね。一回これ行ってみようか。はい。ゲーボーナス。頑張ってね。頑張ります。なるほどね。あの巻き場っぽいんだ。ちょっと。
はい、来ました。はい、大丈夫、セーフ。面白いじゃん。おいおい、来た。はい、これで終わりか。アジャース、どんどん防虫、どんどん防虫。シャドウラッシュ、行きます。はい、おい、プラス10。はい、え、どういうこと、行きます。おい、違う、いいか悪いかわからん、いいか悪いかわからん。はい、連打連打。あ、おい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 、はい、おい、64G。 あちゃーす。はい、おい、30。おい、はい、53。はい、おい、110。はい、はい、81。トータル328。シャドウハーツ、いやー、打ってみるもんだね、マジで。びっくりしたわ、びっくり。え、これもう一回連打しろってやつかと思ったら、確かにタイミングは変だったけど。スペシャルエンディングは我らの最後のお別れとなるだろう。あれだな、4連目とかで出ちゃうとそこまで達成感もないし、初めてです。1000枚乗せよ。はい、はい、あー
サレチェに行きます。はい、ちょっとこれは喜べないかな。あ、花火から何かが確定しました。はい、ボーナスか。なるほどなるほどなるほど、割りました、分かりました。幻影ボーナス。高いよ。あ、ボーナスじゃん。ラッキー。あ、あ、ボーナス。はい。あ、青ナナだったよ。幻影ボーナス。とかあんだよこれ多分。いや、もうやんないけど、もう絶対やんない、もう絶対やんない。はい、よし、もう 5ゲームずつもらいます。僕は、俺はそういう人間だよ。俺は5ゲームずつもらうとまでもう俺は言う。まあまあいいでしょう、まあいいでしょう。はいはい、来ました。さすがにヤバいか。貴様の執念だがそんなものか。100万円1着。周りの子は戦場ですね、多分。すげえ、十座が立った。バトル、はい、これは絶対勝つもんね。ね、これは勝ちますからね。はい、はい、勝ちました。はい、はい、あ、そういうことか。このゲームでさっき多分レア役引いたんですよ。あー、もうこの時点でダメか。あー、リプレイか。なるほど、なるほど。5とか10乗るやつだ。5とか10乗るやつ。
ほらほら。なるほど、これがデフォルトなんですね。僕の300いくつっていうのはもう超特殊なんだよ。優勝会社。あ、そっか、バトルが来た。もうこれはダメ。いや、早かったです。終わりました。1201枚。まあまあ満足ですよ。満足です、これは。小市民だからなんか霊だけ帰ってほしいんだよな。そしたらなんかすっきりやめられる。朝一台あんじゃん。移動するよそりゃ。知らなかった。はい、通常時の赤扉行きます。はい、あ、太田光、よし、僕に任せてください。なるほど、はい、なんかいいよこれ、もう明らかに
来た。もうレインボー、上がレインボーに光っております。これで何が出てくるの？ AT じゃないのかな。はい、ほら通常時のシャドーラッシュ。はい、あーなるほどね、なるほどね。うわあ、揃った揃った、銃揃った。はい、実戦終了、お疲れ様でした。ありがとうございました。いや本当お礼を言わせていただきます、はあ、はい、シャドーハーツ様ありがとうございました。あ、なんだ、徳さんにはお礼言わない。あ、でもある意味お礼だね、あの出してくれたというか、あこの設定挙動を示してくれたっていうのでびっくりしました。全然こう設定と思わなかったですね、最後の最後。もう500、600近くまでハマって、なんだこれとかって言いながら、しかももう移動しまぐらいで必ず追加が出るそれで32ゲーム引っ張られて投資が3000円で1327枚かな。で別に大したこともなく、ポコポコはまらないで当たるわけでもなく、でも初当たりは相当拾ったでしょ。最初の方だけでしたよね。え、松井的に6って思わない？いやーひどいですよね、後半見てたら。子役だって何にも子役だ、あれは何もごね、俺オキドキしか打たねっからこれっていうのをね、あそこのお兄さん、そんなに気に入ったんですか？あのお兄ちゃん俺大好き、あれなんでじゃあシャドーハーツ打ってんだよ、オキさん来てるさんの隣だからってことですいませんちょっとあまりにもいいセリフだったんで、一連の流れがオキドキしか打たないって。一方私オキさんは、はい、投資が2万1000円21です。はい、はい、結果回収1206枚、まくったこれ恒例になりました。素晴らしいですね、素晴らしいまくりでございました。この店ちょっと印象良かったですね、僕はなんかすごかったですね、はい、マドマギとルパンと結構出てるんだよ、メリハリがありそうなお店なんで攻略のしがいがあるかなとあ、地震地震いやいや手握りましたけど、まだ揺れてる揺れてる、すごいすごい手つないだとこは使ってほしかった俺思わず握っちゃったもんね食ってバーストー。おはようございます。人気テレビ番組が YouTube で見れる、充実のラインナップで配信、毎週月曜配信ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週月曜配信デリンゲバ、毎週火曜配信嵐と松本、毎週水曜配信キャプテンタク、毎週木曜配信魚拓男性の月とすっぽんぽん、毎週金曜配信どうにか貧乏家族、さらにオリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定、メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう、リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV